こんにちは。立憲民主党衆議院候補の原口和弘です。今多くの皆さんが政治ってありがとうございます、一体何のためにあるのか、それは今の彼らはほんの一部の人たちだけが暴利を貪って、そして楽な暮らしをしている、裏金を取っている、政治を私している国をまさに売っている、その中で多くの国民の皆さんには気づいてほしくない、その構造を気づいてほしくない、自分たちが国を守ると言いながら買っているものはほとんどガラクタで役にも立たないことを皆さんには知ってほしくない、自分たちがああいうふうになりたくなければ、ウクライナのようになりたくなければ、失礼な話ですよね、防衛費を増額するしかないんだと、そうやって国民を脅してろくでもないものを買い込んで、オスプレイもそうです、結局は裏金になっている、自分たちが税金をどん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 上げて、そして働く人たちのお給料の半分以上も税金で吸い上げて、それだけでは足りないから社会保険料も上げて、それでもまだ足りないからまた次も消費税を上げようとしている、この不順を見ればどう考えたって次は来るのは消費税 15% です。皆さん、私たちは絞り取られる対象じゃない、私たちは主権者です。皆さん、多くの皆さんがもうお気づきになっていると思う、防衛も外交もボロボロ、日本はもう瀬戸際に来ている、日本はもうこれ以上衰退できないぐらいに衰退をしている、それはなぜか、日本人を大事にしないからです。ありがとうございます。日本の企業を大事にしないからです。海外にはむっちゃくちゃにお金を払って、そして移民も受け入れて、私たちの暮らしを移民の人たちが奪っている、そして極めつけは消費税です。消費税は赤字の企業にもかかる直接税で、大変な無残な税金なんです。これでもって社会保障を賄うなんていうことを言っている、全く矛盾してるんです。弱い人たちをさらに踏みつけて踏みつけて踏みつけて、そしてみんなを貧乏に貧乏に貧乏にして、そのお金で社会保障を賄いなさいと、あなた方は貧しくなりなさい、あなた方はお金を絞り取られなさい、あなた方はその中で自分たちから出したもので何とかしなさい、こんな政治があるもんですか。皆さん、ぜひ原口和弘と一緒に今のまさにどっかの国の属国になっているようなこの日本を変えさせてください。日本の政治家を全部追い出して、そして新しいそういう裏金を取らない、国民のために税金を使う、国民のために法律を作る、そういう政治家を僕は289の小選挙区で一人でも多く出したい、そう考えて友国連合という組織を、草の根組織を作りました。そして一つ、日本独立、二つ、日本最高、衰退から成長に、そして三つ、日本人の命を守る、あの遺伝子製剤ワクチンなんていうことを言ってるけども、実はそんなものじゃない。あれはペンタゴンとアメリカの CDC やそういったところで作ったもの、巨大なビッグファーマーが作ったもの、どれだけの多くの皆さんが命をなくし苦しい思いをされているか、誰も言わないじゃないですか。誰も怖がって言わない。僕もおととい
TikTok をバンされた。でも言葉を奪われたらおしまいだ。言葉を奪われたらおしまいだ。自由元は言論です。こんなことを記憶を私たちがたくさんのことを記録を見せろと言っても見せない。契約の中身を見せろと言っても見せない。ここに第214臨時会、この間まで9日前まで国会議員です。このここで質問した24項目全部言いましょうか。セリア基準に沿った避難所運営等に関する質問収書、これは私たちが災害の時に避難する基準、この基準は日本が先進国で唯一むちゃくちゃ最低の基準を定めたものがスフィア基準。なんでそんな基準が満たせないんだという質問収書。フラット35の不正融資問題に関する質問収書は、国交省とある財団が癒着をして若い人たちからお金をむしり取っていた、そういう案件。そして原口5原則とマイナスマイナ制度との整合性に関する質問収書。皆さん、マイナ保険証なんかいらないんですよ。コンピューターにはバックドアがある。バックドアから情報を盗まれちゃうんです。なぜ紙の保険証をなくしちゃうんですか。莫大な利権でしょう。また裏金にしようって言うんでしょう。自民党派閥から所属議員への政治資金パーティー収入の還付に関する質問収書、これは誰からもらったのか、何に使ったのか、そしてもらったものは不当なお金だから国庫に返さなきゃいけないけども、なぜ返していないんだ。もらったお金は不当な所得であり、そこに対しては所得税が発生するが、なぜ追徴課税を、いや一銭も税金を払ってないんだ。終戦直後から現在までの政府の外交における基本姿勢に関する質問収書、もうここでやめます。もう24言ってたらここで終わるから。で、これは何かというと、原爆を落とされて日本政府は一回もこの大日本帝国から日本政府に変わってからただの一回も抗議をしていない。あの大量破壊兵器である原爆、これに対してなぜ抗議をしないのか。そしてなぜ核廃絶のために私が代表している北東アジア非核兵器地帯国際条約議員連盟に協力しないのか。なぜ核共有なんていうことを言うのか、全く理解ができない。理解できないから質問をした。国会議員として質問をした。しかし第214臨時会で石破内閣から返ってきた答えは、たった一行、回答に及ばずでありました。皆さん、ぜひ聞かせてください。皆さん、国民がないがしろにされてるんです。普通の人たちは汗水垂らして、そしてどんどん貧乏になって、税金むしり取られて、そしていざという時には一番危険なところに戦場に連れて行かれる。自分たちは核共有だ、あるいは核の拡大抑止だ、核兵器をもてあそんでるんですよ。核兵器をもてあそんでるような人間に政権を持たせていいですか。核兵器をもてあそんでるだけじゃなくて、税金ももてあそんでる、保険料ももてあそんでる、何でもかんでももてあそんでいて、彼らの暮らし見てみてください。僕らの暮らしとどんなに違いますか。贅沢なものを喰らい、裏金をため、資材をため、そして多くの人たちにまさに寄生虫のように寄生してるんです。寄生虫は虫下しで下さなきゃいけない。皆さん、今回の総選挙はまさに
金返せっていう選挙なんです。払いすぎた税金、払いすぎた年金保険料、介護保険料、こんだけのものをまだまだそれでも足らんと言っている、足らんと言って絞り取るんだと。私たちは絞り取られる対象じゃない。どうか立ち上がってください。10月27日を、あの日があったから日本は変わったんだ、あの日があったから日本に寄生していたものはいなくなったんだ、そういう日にしましょう。原口幹事長に皆さんの絶大なるご支援を賜りますようにお願い申し上げ、この諸富町の交差点からの街頭演説を閉じさせていただきます。ありがとうございました。